Thank you.
なんだ、キリュウか。急に入ってくるからびっくりしたじゃないの。が弾けるのかとか、音楽は嫌いだって言ってるくせにとか。キリュウ、うん、いけない、もうこんな時間だ。付き合ってもらったんじゃない。さあ、分かったらさっさと歩く。それで我慢しなさい。
何よ、ジロジロ人の顔見て。へえ、あんたにしちゃ珍しいこと言うわね。いいじゃん、たまには悪いことしてるわけでもなし、別に気にする必要はないでしょ。ほっといてよ、私はこういう趣味なの。知らないのはあんただけよ。無関心にも程があるわよ。うちのクラスのテーマは中性魔法師の研究よ。さっき資料買ったんだし、だいたいわかりそうなもんだけど。それはもちろん委員の私よ。学園祭ってのはただのお祭りじゃないの。本来は日頃の学習の成果を学校外の人に見てもらうのが目的なんだから。だから客が多いか少ないかなんて重要な問題じゃないのよ。あんたが不真面目すぎるだけよ。忙しいことは忙しいけど、今年の美術部には期待のホープがいるから、展示物には困りそうになくて助かってるわよ。実はそうなんですって言いたいとこだけど、残念、ゆうきちゃんのことよ。今朝話さなかったっけ、彼女の水彩が地区の芸術コンクールで金賞取ったんだから。確かにいくら死神族の名門の家系とは言っても、あの性格だと辛い仕事だろうね。お兄さんが相当優秀な人らしくて、それがまたコンプレックスの元になってるみたい。そういや、彼女のお兄さんってうちの学校の OB らしいわよ。